はいさーい、梅雨の時期、皆さんの機材大丈夫でしょうか。ということで本日は機材のクリーニングの方法についてレクチャーしていきたいと思っております。今年の梅雨ね、沖縄例年通り皆さんの住んでる地域よりも1ヶ月半ぐらい早めに梅雨に入って、でもう梅雨は明けたっていう感じなんですけれども、内地の方は結構ひどい梅雨が続いてるみたいですね。梅雨の時期ってのはカメラの保管方法っていうのにもすごく気を使ってほしいなと思うんですね。というのもカメラなどの機材っていうのは非常に湿度に弱いんですよ。まあどれぐらいが適正かというと、大体ね湿度 40% ぐらいが適正と言われていて、僕なんかは家に防湿庫を置いてですね、全て 40% 台の湿度で機材を保管してるっていうことになっております。で家の中にさ、こう機材を置いてる人とかってのが結構危なかったりするんですよ。その防湿庫に入れずに棚に置いたりとかね。というのもね、例えば今日なんかすごい晴れてるんですよ。ものすごい晴れ、快晴でいい天気だなっていう、雲一つない。こういう日でもね、家の中の湿度計を見てみると実はこんな感じ、はい、70% ぐらいの湿度があるわけなんですね。でさっきも言ったように機材にとっての適正な湿度ってのはだいたい 40% ぐらいなんですね。70% だと相当湿度が機材にとっては高い、まあ、過酷な環境ということになります。じゃあ湿度が高くなったらどうなるかっていう話なんですけれども、カビが生えるんです。そう、カビが生えるんです。レンズ面ですね、このガラスの面、それから、こちらを開けた時にですね、中にある殺像素子っていうフィルムカメラでいうところのフィルムに当たるパーツが、この中に入ってます。まあこれがねかなりカメラの心臓部となっているんですけれども、ここの部分にカビが非常に生えやすいんです。でカビをね機材に生やしちゃう人の特徴っていうのがあるんですよ。まず一つには、防湿庫を持ってないという方、これはねカビがかなり生えやすいです。でもね防湿庫がないから必ずカビが生えるっていうわけではないんです。一番機材にカビを生やしてしまいやすい人の要因というのが、実はクリーニングを怠ってる人なんですね。ちょっと想像してみてください。湿度が溜まりやすい場所って、ホコリがある場所とか、こう少し不潔、清潔じゃない場所っていうのに湿度が溜まりやすいんですよ。例えばね、殺像素子なんかもこうやってレンズを変えるたびにですね、ここにホコリが入っていくわけなんですよ。もちろんレンズの表の面もそうです。そういうところにカビが溜まっていくっていうことになるわけなんですね。今のを聞いて自分大丈夫かなっていうふうにちょっと危機感を覚えた人もいるんじゃないでしょうかね。安心してください。今日はそういう皆さんにですね、クリーニングの仕方を紹介していきたいと思います。で、レンズのガラス面の清掃の仕方っていうのは結構いろんな動画出してる人いますので、今日はもう少しハードルの高いこちら殺像素子のクリーニングの仕方っていうのをやっていきたいと思います。はい、VSGO というメーカーのものです。これね結構安いですよ。2000円ぐらいで買えたりするので、で何度も使えます。10回分ぐらいかな、ブラシが入ってるっていう感じになりますね。なのでね結構いいですよ。1回200円で掃除できて、200円の保険代でカメラを守れると思ったら全然良くないですかね。だってカメラ本体って高いじゃないですか。数百円で守れるなら守った方がいいです。はい、セット内容を見ていきますね。まずセット内容なんですけれども、こういったブラシがたくさん入ってますね。全部で10個ですかね。でそれ以外にも、クリーニング液というものが入っております。はい、非常にシンプルですね。基本的にはこの2つです。でおまけでこういうものが入ってますね。なんだろうな、これ1回も使ったことないんだけど、多分ねアルコールシートか何かかな。レンズクリーニング用のコットンですね。はい、そういうものになっております。ウェットタイプです。それでは早速クリーニングを始めていきたいと思います。こちらがキット内容ですね。よいしょ、切りますね。で封を切るとですね、中にこういう感じでプラスチックの柄のついたクリーニング用のヘラが出てきます。はい、ここにですね、よいしょ、ここにですねこのクリーニング液を垂らします。はい、これでクリーニング液がついたヘラが出来上がりました。で、やり方見ててください。超簡単ですよ。まず、センサーにこうやって合わせます。なんとねセンサーの幅ぴったりなんですよ、このヘラ。なので合わせたらあとはスーッとこうやってやっていくだけです。で、終わりましたら次は綺麗な面で反対側に向けてこうです。スーッと、はい、終わり。以上です。めちゃくちゃ簡単じゃないですか。だってこれだけでもカメラ守られるんですから。はい、ピカピカになりました。じゃあ早速ねどのぐらいピカピカになったのかっていうのをレンズを装着して見ていきたいと思います。で清掃する前の写真と清掃後の写真見比べてもらいますからね。こちらです。
どうでしょうか。随分差がありますよね。やっぱり綺麗にする前はこうホコリがついてるので F 値絞ってね取るとどうしてもこう撮像素子の汚れ、それからレンズの汚れっていうのが映ってきます。でこういったものがこうやってすごく綺麗になってますから、ホコリも写真に映り込まないし、それからカビなども防げると最高だと思います。はい、こういう風にね、今は自宅でも気軽にセンサークリーニングができる時代となっております。サンスタ、はい、ということでいかがでしたか。結構簡単じゃないですか。思ったよりセルフクリーニングが簡単っていうよりはこのキットがめちゃくちゃ簡単なんですよ。なんでかっていうと APS-C 用とかフルサイズ用とかそのセンサーサイズの大きさによってブラシのサイズを変えてくれてるんですね。こういう細かい気遣いのおかげで素人の方でも清掃がしやすくなってるっていうことになりますから、こういう使いやすいものを最初は使って入門するのが一番いいんじゃないかなと思います。こちら概要欄の方にリンクを貼っておりますので、梅雨のこの時期にね、機材をカビさせてしまう前にぜひ清掃を皆さんもしてみてください。はい、ということでこんな感じで以上です。僕普段はですねビデオブロガーをやっていて、ビデオブログチャンネルの方も下に貼っておりますので、メインチャンネルの方は概要欄の方からぜひ見てみてください。そっちの夫婦でやってるメインの Vlog チャンネルの方では結構面白いことやってて、キャンピングカーを一から作ったりとか、でこの7月から始める新しい企画として築60年の古民家を手に入れてですね、でそこを夫婦でリノベーションしていくっていう企画やってます、やっていきますので、はい、そちらの方もぜひ見ていただければと思います。はい、ということで本日は以上です。 See you!